熱戦を前にスタジアムには大勢のサポーターが詰めかけています。どんなドラマが展開されるのでしょうか。 EATV がお送りします。勝利の女神はどちらに微笑むのか、 EATV でご覧ください。サッカーファンの皆さん、こんにちは。サッカー中継の時間がやってきました。今日はデーゲームをお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。さあ、待ちに待ったこの試合、ボルスブルクがエバートンと対戦します。個人的にもこのカードを楽しみにしていました。いい試合に期待しています。これはナイスタックル。レフェリーがボルスブルクにフリーキックを指示しています。こちらがボルスブルクのスターティングメンバーです。こちらがエバートンの先発メンバーです。いいクロスが中に入った。狙いは良かったんですが、キーパーに阻まれました。ボルスブルク、ボールを失いました。味方の選手が寄ってきました。中の味方に合わせます。どうなるかと思いましたが、しのぎ切りましたね。いいロブパスです。ボールを前に運んでいます。チャンスかと思いましたが、相手ボールになりました。ガディ、ベジェ、ボールはボルスブルク。勝ち越しのチャンス。ボールはポストに当たって枠の外へ。ナタリー・ビョルン、これでボルスブルクボールです。敵陣へボールを運ぶ。さあ、どこから仕掛けるか。シュートをブロック。しかし攻撃は続きそうです。このボールはキーパーがキャッチ。のスーパーセーブに阻まれなければ1点リードだったんですよね。まあ、ここまでのプレーを見ている限り、次にチャンスがあれば決めてくれるでしょう。ベナ・オーバードルフ、チーム全体が守りを固めています。ラウシ、これはうまくカットした。エバートンがサイドのスペースに展開してきました。スルーパスで裏を狙います。しかしここは相手が1枚上手でした。フィニガン、エバートンのスローインになります。ガディ、ボールとともに相手陣内を駆け上がります。落ち着いています。ボルスブルク、サイドのスペースに展開しました。リードを奪えるか。入った、ゴール、先制です。
チームは試合の流れをつかみ、ここでしっかり得点に結びつけました。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。至近距離ですから落ち着いて合わせるだけでしたね。ここでポジションを失いました。ラウシュ、さあオーバードルフ、エラ、オーバードルフ、このパスはカット、読んでいたんでしょうか。ヘンドリッヒ、ここでラウシュ、ここで攻撃を止めます。デナ・オーバードルフ、ここでヘンドリッヒ、デナ・ラトウェイン、さてアディショナルタイムは1分ですか。危ない場面でしたがナイスインターセプトです。前半も戦い抜いたボルスブルク、ここでハーフタイムです。後半戦が始まります。これはうまく抜いた。同点ゴールが来るか。このセーブはキーパーのファインプレーです。セレンセン、ベンニソン、まだ攻撃を断ち切れない。かなり危ないシーンでしたが、なんとかしのぎ切りました。相手がハイプレスをかけてきます。いいところでインターセプトしました。さあ決められるか。来た、同点ゴール。試合は振り出しに戻ります。ずっといい形を作っていたので、取るべくして取った得点と言えるでしょう。このゴールがきっかけになればさらに得点を期待できるかもしれません。アレクサンドラ・ポップ、かなり押し込まれた位置でしたがうまく対応しました。セレンセン、ドリブルで相手を揺さぶります。チャンスかと思いましたが相手ボールになりました。
ムス。ここでラトエイン、相手陣内でパスを回します。勝ち越しのチャンスを作り出せるのか。ボックス内を狙ってきた。キーパーの好セーブに救われた。よく合わせたんですが、キーパーの素晴らしいプレーでした。ボルスブルクがここで交代枠を使ってきます。相手陣内で取り返しました。さあ一気に畳みかけたい。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。ここぞというところに出した。パジョー、残念、ゴールはなりませんでした。素早くいい攻撃だったんですが、仕上げがうまくいきませんでしたね。ボルスブルクが選手を交代するようです。この時間ですから、ここで1点リードできれば大きなアドバンテージとなります。時間が少なくなっています。サポーターの声援を背にホームチームが勝ち越せるでしょうか。同点では満足できないでしょうね。カウンターを受けないとは限りませんが、最後まで全力で攻めていくと思います。アディショナルタイムが追加されます。
うまく相手をかわした。ここはもう一人がうまくカバーしました。さあサイドのスペースを使った攻撃、90分間戦いましたが決着はつきませんでした。延長戦前半のキックオフ、ここからは先にゴールを決めたチームが勝者となるゴールデンゴール方式です。アタッキングサードでボールを回していきます。しかしここでボールロスト、相手をかわします。しかしもう一人カバーに入っている選手がいました。前方にはスペース、カウンターを選択するのか。ブラント、ボルスブルクがボールロスト、エバートンのスローインです。相手にぴったりマークされています。ボルスブルクにフリーキックが与えられます。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。カウンターアタックのチャンスです。これで1分アディショナルタイムが追加されます。エバートンがサイドのスペースに展開してきました。延長の前半が終わりました。スコアは未だ同点のままです。運んでいます。クロスを出してきた。このシュートは大きく外れました。角度が全くなかったですから無理に打たない方が良かったかもしれません。しました。ボルスブルクにアドバンテージ。ルーズボールになった。最後の攻撃となるでしょうか。勝ち越しを狙います。先走りすぎましたね。攻撃はカットされ相手ボールになりました。
ラジオール。攻め込みます。これはディフェンスを超えません。結局試合はドローとなりました。勝敗の行方は PK 戦に委ねられます。集中した面持ちで1人目の選手が PK を行います。しっかりと決めてきました。キーパーのナイスセーブ。これはキーパーが見事でした。キーパー止めました。これはナイスセーブですね。ゴール上隅。これはキーパーも届きません。中央を狙いました。読み勝ちですね。確実に決めました。しっかり決めてきましたね。決まった。落ち着いて決めました。ここは大事な場面です。外せばその時点で試合終了です。落ち着いて決めました。ボールはゴール中央へ。力強いシュートでした。プレッシャーにも動じず PK を決めました。ゴール上隅によく決めました。劇的な勝利です。キーパーが読んでいましたね。